スーチーパイアドベンチャードキドキナイトメア、お買い上げありがとうございます。それじゃあ早速本体ラムにセーブデータを作成しちゃうんだけど、いいわよね？見つけた。真面目。ハイパーセッカー。やったー。もう一回寝よう。忍者ジャジャマルくん、新おにぎり忍校長。忍者ジャジャマル、ただいま参上。
結構やるじゃない。ごめんごめん、自己紹介がまだだったわね。私、三崎京子、このゲーセンの優秀なアルバイト店員よ。よろしくね。あなた、このゲーム結構やり込んだんじゃない？本当？うわ、じゃあそれって天才的才能ってやつじゃないの？すごいすごい。じゃあご褒美として今からデートしてあげましょう。何よ、私とデートじゃ不満だっての？じゃあ決まりね。実を言うとここんとこむしゃくしゃしてたのよね。店長のやつ今週いっぱい私に店番押し付けちゃってさ、もう嫌になっちゃうわよ。どうせこの時期のこの時間にお客さんなんて全然来やしないんだから。まあまあ、ついでに私の友達紹介してあげるから、ほら行こう行こう。平気です、ごめんなさい、私がちゃんと前を見てなかったから。あら、小鳥ちゃんじゃない、いらっしゃい。あ、京子さん。あれ、どうしたの？彼と何かあったの？なんでもない。じゃあ、あ、行っちゃったわ。ああ、二宮小鳥ちゃんって言って、うちのお店の常連よ。クレーンゲーム専門なんだけど、気に入った景品があると手に入れるまで絶対やめないの。そういう意味では、いいお得意様ってわけ。さあ、町を案内してあげるわ。どこに行きたい？さあ、どこへ行きましょうか。このビルに小さな芸能プロダクションの事務所があるんだけど、そこで篠原アリスちゃんって子がアイドルの卵やってるわ。どう？会ってみる？私から説明するわ。え、あれ、京子さん？ここだけの話、実は彼女は CIA の秘密工作員なの。表向きはこのせこい事務所で売れないアイドルとして暮らしてるけど、裏では特殊な音波を使って人や物を自由に操る殺人兵器の研究をしてるのよ。してません。京子
見たのはその実験ってわけ。あの、人が思いっきり否定してるのに平然と話を続けないでくださいよ。もう、今更ごまかしてもしょうがないから本当のこと言っちゃいますね。実は私、修行のために人間界にやってきた魔法の国のプリンセスなんです。自分でもうさんくさい話に聞こえるなって思ってますから。ところで何か仕事紹介してくれませんか。私こう見えても人間界ではアイドルやってるんですよ。今事務所の人みんな地方に行っちゃってて仕方なく電話番なんかしてますけど、一応歌って踊れて芝居もできるアイドル目指して頑張ってるんです。まあ正直言っちゃいますと、魔法の修行って何をどう頑張ればいいのかさっぱりわかんないので、とりあえずアイドルの方をなんとかしたいなと思ってるんですけど、どうもパッとしないんですよね。やっぱ魔法の修行の方に力を入れた方がいいのかな。そうですね、やっぱ自分で決めたことですからね。王国のことやパパやママの気持ちも考えると立派な魔法使いになんなきゃいけないと思うんですけど、でも私の人生ですから後悔しないように頑張ってみますね。でもとりあえず今週いっぱいは一人で電話番をしなくちゃなんないんですよ。夜もずっとだからお留守番と言った方が正しいかもしれませんけどね。へえ、夜もアリスちゃん一人っきりなの？よく平気ね。全然平気じゃありませんよ。怖いから夜は事務所中の電気つけっぱなしにしてるんですから。あんた魔法使いのくせにお化け怖いの？仕方ないじゃないですか、やっぱ女の子一人じゃ心細いですよ。じゃあさ、そこの彼に付き合ってもらえばいいんじゃない？でも本当にそんなことお願いしてもいいんですか？に付き合ってもらったらもっと怖い目にあったりしてね。え？じゃあアリスちゃんまたね。あ、はい。あ、お仕事の方もよろしくお願いしますね。それでは。あらら、日が暮れてきちゃった。でもまあ、もう少しその辺をうろうろしてみましょうか。手作りパイのお店アンパイスよ。ここのパイは味以前の問題であまりおすすめしないわ。こんなに大きいのユキのお口に入んないなんてね。信じらんない。さっき買ったばっかりだったのに。きっと店のおばさんがユキの可愛さに嫉妬してアイスに何か細工しといたんだわ。うん、こうだわ、悲劇だわ。この子はね、話しかけないでこっそり様子を見てた方が面白いわよ。あ、もしかしてもしかしたらこれって新
してゆきちゃんがアイスを落っことしてがっかりしていると、突然後ろから。大変な目に遭いましたね、お嬢さん。さあ、このハンカチで涙を拭きなさい。ありがとうございます。でもあなたは一体。名乗るほどのものではありません。ただの通りすがりの風来坊ですよ。でもこのハンカチに記されているのは伯爵家の紋章では。よしてください。そんな紋章などただの飾りにしか過ぎません。では私はこれで。ルードヴィヒ・フォン・ローゼンバーグ。では。あ、待って待ってください、ルードヴィヒ様。誰？いつからそこで見てたの？面白かったでしょ。ひどいわ、ユキを笑い物にするなんて。もうどうしようかな。わかったわよ。私、水野ユキ。呼んでいいわよ。だいぶイメージが違うけど、これも一応新しい出会いってことかな。そういうわけでよろしくね。あ、小鳥ちゃん、また会ったね。京子さん、どうも。今日はずっと二人一緒だったんですか？そうよ。お二人って恋人同士なんですか？違うわよ、何言ってんのよ。ちょっと嘘はやめてよ、嘘は。なんだ、どうもすいません。じゃ、さよなら。変な子ね。すっかり暗くなっちゃったわね。あなたはここから自分のアパートまでの道ってわかる？じゃあついでにあなたの家を教えてよ。着いたわね。あ、確かここって舞ちゃんが住んでるアパートだわ。うわぁ、偶然ね。そうね、きっとものすごいパイをご馳走してくれるわよ。さすがにそれはご遠慮しとくわ。お店の方もあるしね。今日はいい退屈しのぎになったわ。またお店の方にも顔出してよね。じゃ、おやすみなさい。
かご用ですか？どうしました？どこか具合でも悪いんですか？まあそれは大変。どれどれ。あら本当だわ。よく見ると顔色がものすごく悪いわ。こりゃひょっとするとかなりの重症かもしれないわね。さあ今すぐ緊急手術よ。遺言を書くなら今のうちにね。あー神様、どうかこの不幸な青年の命をお救いください。なんちゃってね。はい、お芝居は終わり。病院はね、あなたみたいな花丸元気な人が退屈しのぎに遊びに来る場所じゃないの。いい？そんなに暇だったらね。暇だったら、うん、そうね。あの、ちょっと聞いて。この隣の病室にずっと前から小学生が一人で入院してるんだけど、できたらその子の話し相手になってもらえないかな。みゆりちゃんっていう9歳の女の子なんだけどね。もう病気の方は大体良くなって、あとは精密検査して退院を待つだけなんだけど、ずっと一人ぼっちで寂しがってるの。まあ無理にとは言わないけど、できればよろしく頼むわね。お兄ちゃん、どっから来たの？お部屋間違えちゃったの？へえ、お兄ちゃんルミさんの友達なんだ。私、桜井みゆりです。よろしくお願いします。ペンギンさんのウッチーくんだよ。みゆりの一番のお友達なの。みゆりね、本当は退院しなくてもいいの。ここでぬいぐるみのうちーくんと一緒にご本読んだりお話ししたりするのが好きだから。本当？ればいいなって思っていたことが一つあるの。退院してすぐの日曜日にお祭りがあるんだけど、その時にね、浴衣を着てのんびり夜店を回ってみたいの。病院だとお祭りのお囃子だけがいつも聞こえてくるんだけど、みゆり一度もお祭りを見たことがないの。だから本当はすごく今度のお祭りには行ってみたかったの。楽しみにしてるね。お兄ちゃんっていい人だね。また遊びに来てくれたら嬉しいな。ありがとう。じゃ、また会おうね。子供の時から可愛こぶってる感じがして嫌な感じよね。じゃあ。
病院内では静粛に。それにあまりあちこちうろうろしてちゃダメよ。ごめん、今ちょっと都合が悪いから後にしてね。防衛軍の高くて分厚いコンクリートの塀もサイボーグのこの俺にとっちゃないも同然だぜ。ああ、てめえいつの間に俺の前に回りやがって。お前ただ者じゃねえな。まさか敵のスパイ。いや落ち着けつかさ。スパイかと聞かれてはいそうですと答えるスパイなんかいるわけないんだ。ここ一つ相手の裏を書くんだ。よし。俺の名は一文字つかさ。実は俺防衛軍のサイボーグでさ、正義の戦士でモンパイに変身できるんだぜ。よろしく。お前結構素直でいいやつなんだな。さっきまでお前のこと疑ってた自分が恥ずかしいぜ。まあここで会ったのもなんかの縁だ。事の成り行き上俺の正体を知っちまったわけだし、もし俺の力が必要になった時は正面ゲートで俺の名前を出してくれ。施設内に入れるように登録しとくからさ。てなわけであんたの名前教えてくれないか。オッケー。じゃ、俺はゲートに行って登録してくっからよ。また会おうぜ。ちょっといいかしら。あなた、昨日会った女の子のこと尋ねてみた？そう、実は昨日会った二人の様子が変なのよ。今朝からずっとうなされたまま目を覚まさないの。あなた何か心当たりがあるんじゃない？まあいいわ。あなた今日もあちこちうろうろしてたんでしょ？もし今日あなたが会った女の子の身に何かあったらただじゃおかないからね。今夜はしっかりその子の見張りでもしてなさい。いいわね。何やってんのよ。
誰でもいいから今日会った女の子の寝室に潜り込んでしっかりガードしなさいって。ここね。じゃああとは頼んだわよ。時間に俺もう寝るとこだぜ。まあその辺で雑魚寝て構わないんだったら泊まってってもいいけどさ。構わねえよ。いつも男に混じって生活してるし、呼ばいかけよったってあんた俺を押し倒すにはまだ10年早えよ。じゃ俺は寝るぜ。この これはこれは、まさか先客が来てるとは思わなかったな。ところで、あんた誰なの？ひょっとしてこの子の彼氏？あら、そうだったの。まあ、どっちでもいいや。実はこの子にいい夢が見られるおまじないをかけてあげようと思ったんだけどさ、周りに人がいると気が散って困るんだよね。だからあんたには眠っててほしいんだけど、起きてるやつを無理やり寝かすってのは結構めんどくさくてね、ちょっとした儀式が必要なんだよね。というわけで、ディディブちゃんのなぞなぞでグースカビー。さあやってまいりました、ディディムちゃんのなぞなぞでグースカピー。元来私たち魔界の住人はスフィンクスに代表されるように謎かけごっこが大好きなのです。てなわけで今夜は朝までなぞなぞ勝負と参りましょう。もし正解すればご褒美としてさっき私がおまじないをかけてきちゃった女の子のことを教えてあげるわね。不正解だったら
おとなしく眠ってちょうだい。もちろん制限時間内に答えられないときは失格よ。ちなみに制限時間は超短いから覚悟しといてね。さあ第1問です。ある家族にブラジャーが送られてきました。さて誰宛てだったのかな。ピンポンピンポン、正解は2番です。さて次の問題です。引くために押すものはなんだ。ピンポンピンポン、正解は2番です。しょうがないな、誰だったかな。病気の女の子でさ、きっと初めてだったんだろうね。キスした時体が震えてやんの。綺麗な髪ね。うちくん、どこが苦しいのかな。あなた誰。はあ、夜が明けてきちゃったよ。しょうがない、今日はもう引き上げるとするわ。じゃまた会いましょうね。
操縦するならジンジンくれ。あちしから見ればお前らも宇宙人だピョン。宇宙人に本当とか嘘とかあんのかピョン。あはん、チミネ、あちしは宇宙人なのピョン。チミにとって、いや全地球人にとって記念すべきこのパーッとコンニャクトの瞬間に、その反応は一体ニャニャニャ。だから地球人はまだまだなんだピョン。秘密じゃ、さらば。中に誰かいるか？気のせいかな。お前、この前の兄ちゃんか？なんでそんなところにいるんだよ。わかったわかった。おい、ドアから離れてろよ。ちょっと力技で行くぜ。よう、大丈夫かい？おい、大丈夫か？とんだ災難だったな。あんたが俺の名前を呼んでくれたから気がついたんだ。俺の耳はちょっとばかり他人様よりも聞こえがいいんでね。なーに、いいってことよ。一応この辺は立ち入り禁止になってるはずだぜ。誰かに見つかる前にとんずらした方がいいな。俺もさっさと宿舎に戻るわ。また例によって無断外出した身の上なんでね。じゃあな。
りですか？このお店はうさぎハウスといって、うさぎちゃんをこよなく愛する人々の秘密の花園なのです。あ、そうそうそう、まだ自己紹介をしていませんでしたね。これは失礼いたしました。私、何を隠そう、うさぎちゃんです。うさちゃんって呼んでもいいですし、うさこちゃんってのも捨てがたいし、おい、うさぎなーってのもワイルドで活かしてますよね。でも、とりあえず初心者はうさぎさんとかバニーさんから入門するのが基本でしょうかね。このお店のルールは一つだけです。うさぎちゃんをお腹いっぱいにしてあげることなのです。あー、なんて簡単。いらっしゃい、迷える子羊ちゃん。すみません、今夜はお帰りください。何か良くないことが起こりそうですわ。
あの人、あの時の。あの、何かご用ですか？窓を開けっぱなしにしておいたのが悪いんですから。でもそのおかげでこうしてお話ができたんですよね。ここ私の家だって知ってたんですか？じゃあ今度は玄関から入ってくださいね。ちょっとびっくりしたけど、でもまた会えてよかったです。嬉しかったです。じゃあおやすみなさい。なんだか今日はいい夢が見られそうです。はーい、またお会いしましたね。まったくもってご苦労なこって。あたしが皆さんにおまじないをかけて回るのがそんなにご不満ですかね。このリリムちゃんにトロトローに溶けるような熱い口づけをしてもらえた上に、とっても素敵な夢をずっと見続けていられるってんだから、感謝されてもいいくらいだと思うんだけどね。違いますかね。あたしのおまじないはね、魂に直接かけるタイプなのさ。人間ってのは眠ってる時が一番魂が抜けやすくなるし、しかも魂ってのは口から抜け出るもんだからね。あくびしたとき手を口に当てるだろ。あれは魂が口から抜け出るのを本能的に防ごうとする仕草なのさ。ってなわけで、寝ぼけて朦朧としてる相手に口づけをしながら呪文を唱えるってのが一番効果的なのよ。だからさ、そこの娘さんにもおまじないをかけてあげたいんだけど、君がいると邪魔なんだよね。というわけで、例によって例のやつ行くよ。リリムちゃんのなぞなぞでグースかビー。2回目だから細かい説明は省いて、第1問行くわよ。さあ第1問です。トランプのババ抜きで絶対に勝てない不幸な人は誰でしょう。
ブブー、4番が正解です。ババがあったら絶対勝てないからアリババが正解じゃん。さて次の問題です。2つ食べるとお腹いっぱい、さてなんだ。ピンポンピンポン、正解は1番です。さあいよいよ最後の問題です。そこに穴の開いた鍋の値段は何円だ。ブブー、惜しい。正解は3番です。こんな鍋じゃ何も2円ってことで2円が正解だよ。本当はタダでもいいんだけどね。じゃあおやすみ。あ、ちなみに後ろの彼女には特に念入りにおまじないをかけておいてあげるよ。じゃあねー。